こんにちは。今回はこちらダイソーで購入しているメランジトリコ、こちらのライトベージュ、この色を使ってモチーフを編んでいこうと思います。これがアクリル 100% 50g 90m 入っています。かぎ針が8号です。でこういったのを使っていきます。中心部分から糸を取り出していきます。はい、こんな感じで中心部分から糸を取り出して、今回は8号で編んでいきます。で、輪を作って輪の中に目を入れていきます。輪を作ったら輪の中に針を入れて、糸を持ってきて立ち上がりを一つ。で、輪の中に細編みを入れます。細編み。で、細編み一つしたらこの頭にマーカーつけて進めていきます。細編みの頭にマーカーつけて、ここから鎖編みを二つします。で、糸をかけて輪の中に針を入れて、糸を持ってきたら未完成の長編みを一つ、一回だけかけます。で、この状態でまた糸をかけて、二回目、未完成の長編みを一つ、糸をかけて、これが三個目、未完成の長編みを三個編み入れました。そしたら、この1、2、3、4本を新たに糸をかけて引き抜きます。で、これで鎖編みを二つして、輪の中に細編み一つで、花びらを作っていきます。はい、で一つ花びらができました。で、今細編み一つしたので鎖編みを二つします。で、糸をかけて輪の中にまた同じように未完成の長編みを3個編み入れます。2個目糸をかけて3個目、で4本かかってるのを新たに糸をかけて引き抜きます。で、必ず鎖編みを二つして、で、輪の中に細編みを一つ。あれをあと二つ作っていきます。同じように鎖編みを二つ、糸をかけて輪の中に未完成の長編みを1、2、3。で、4本を新たに糸をかけて引き抜きます。で、鎖編みを二つ。で、輪の中に細編みを一つ。結構ギュギュなんですけど、こうやってずらして、で、また鎖編みを2つ、糸をかけて輪の中に未完成の長編みを3個、糸をかけて2個目、糸をかけて3個目、で、4本を新たに糸をかけて引き抜きます。で、鎖編みを最後も2つして、で、最初の細編みのところにつなげたいんですけど、中心部分を引き締めてからつなぎます。もう糸が結構ね、ギリギリで私は編むんですけど、こうやって引っ張ってグッと締めます。グッとしっかり締まったことを確認して、で、最初の細編みの頭、ここに手前から針を入れようと思います。手前から針を入れて、この時に糸端は巻き込んで編んでいこうと思います。ここで糸処理をなくしていきます。巻き込んで引き抜き、これで1段目完成です。で、立ち上がりを3目して、1。で、こう、糸端を巻き込んで、鎖編み2個目。で、向こうにあるので、手前に持ってきて、鎖編み3個目。で、ここで、長編み1目として見ていきます。なので、立ち上がり1、2、3個目のところにマーカーをつけて、で、横の分、鎖編みを3個編んでいくときも、こうやって巻き込んで編んでいきます。1、2、編むごとにこうやって挟んでいくと、ここで糸処理がなくなるので。で、4個目しなくて、1、2、3、4、5、6。立ち上がり3目と横の分、鎖編み3個して全部で6個編めました。で、ここで挟んだ状態で、次はこの玉編みの、鎖編み1つ目のところは左側に来るんですけど、この右側、ここに手前から針を入れて、糸を持ってきて、細編みでつなぎます。こんな感じで。で、まあ糸端はだいぶ巻き込んできたのでいいと思うんですけど、ギリギリまで巻き込みます。鎖編みを、まあここで止めます。1、2、3、また編んで、こういう風に沈んでるところに前段細編みが入ってると思うんですけど、ここに糸をかけて、手前から針を入れて、糸を持ってきて長編み1つします。で、長編み1つしたら、鎖編みは必ず3個。で、こういう風に山になっている時は、ここで編んだように、玉編みの
鎖編み1つ目のところはここなんですけど、その右側ここに細編みを1つぐるっと同じようにしていきます。鎖編みを必ず3個して糸をかけて、この沈んでるところ細編みの頭に手前から向こうに針を入れて長編みを1つで、鎖編みを3個で、ここの玉編みのところは1つ目の鎖編みの右側、ここを拾うと中心部分に来るので結構すっきりするかなと思って、で鎖編みを3個糸をかけて、この沈んでるところ細編みの頭に針を入れて長編みを1つで、鎖編みを3個で、この玉編みの1つ目ではない右側、ここに細編みを1つで、最後も立ち上がり3目のところに鎖編みを3個してつなぎます。で、この立ち上がり3個のところマーカー取って、で、この巻き込んでちょっと見にくいかもしれないですけど、裏山を手前に置けて向こう下2本かかっているところ、ここで針を入れて引き抜きます。これで2段目完成です。で、次また立ち上がりを1,2,3して、これは長編み1目として見ていきます。で、また立ち上がり3個のところにマーカーをつけて、で、あと2つ同じところに長編みをしていきます。同じところに長編み、糸をかけて針を入れて左2本、また2本、立ち上がり3目、長編み2つが同じところに入っています。そしたら次は前段の細編みの頭、ここに手前から取って細編みを1つ、細編み1つしたら鎖編みを3個したら今入れた同じところに細編み1つでつなぎます。で、ここで輪っかみたいになっていきますね。で、これで糸をかけて、次の前段の長編みの頭、ここに長編みを3個編み入れます。1,2,3で、3個したらここで角を作っていきたいので、鎖編みを3個したら糸をかけて同じ目に長編みを3個、1,2,3で、3個したら前段の細編みの頭はまたこの穴を開けていきます。このまんま細編みをして、で、細編みしたら鎖編みを3個、で、また同じところに細編みを1つで、次のところでまた角を作っていきたいので、この状態で糸をかけて前段の長編みの頭、ここに長編みを3個、1,2,3で、3個したらまた角を作るので鎖編みを3個で、糸をかけて同じところに長編みを3個、糸をかけて1,2,3 3個したらまた前段の細編みのところに輪っかを作っていきます。細編みを1つしたら鎖編みを3個で、また同じところに細編みを1つして、で、こういうふうに輪っかを作ったら、次また角を作りたいので、糸をかけて前段の長編みの頭に長編みを3個、1,2,3で、角を作りたいので鎖編みを3個で、糸をかけて同じ目に長編みを3個、1,2,3こうして、また前段の細編みのところに輪っかを作りたいので、このまま細編みを1つ、鎖編みを3個で、同じところに細編みを1つします。そしたら次は角なんですけど、最初立ち上がり3目、長編み2つで長編み3個入っているところ、同じ目に糸をかけて、ここ結構ぎゅうぎゅうなんですけど、ここに針を入れて長編みを同じところに3個、1,2,3 3個編み入れます。
で、これで、まあ、次の段を編んでいきたいんですよ。なのでここは角は鎖編みを3個して、で最初の立ち上がり3目のところ、ここはいつものように鎖編みを取るとき裏山を手前に置けて向こう下2本かかっているところで針を入れて糸をかけて引き抜きます。これで3段目完成です。で次4段目、立ち上がり1つして、で根元のところ同じところに細編み1つで進めていきます。細編み1つしたらここは最初ということでマーカーをつけて、でこの長編み、この端から1、2、2つは細編みをします。長編みの頭に細編みで、次一番最後の長編みのところは糸をかけて針を入れて糸を持ってきて3本を新たに糸をかけて引き抜き中長編みで、糸をかけて前段の細編み1つ鎖編み、3個細編み1つしている細編みの頭に糸をかけて長編みをします。左2本また2本で、前段穴が開いているところがあると思うんですけど、ここは細編みを1つで、この逆をしていきます。次は糸をかけてすぐの細編みの頭に長編み、長編みしたら糸をかけてこの一番最初の長編みのところに中長編み、あとは細編み細編みします。細編み、前段の長編みのところに細編み、そしたら角のところはこの穴のところに針を入れて細編みを同じところに2つします。で2つしたらここは鎖編みを2つします。でまたこの穴のところに細編みを2つ、こんな感じずっと進めていきます。ここから見ると細編み細編み、細編み細編み、中長編み長編み、穴のところに細編みで、長編み、中長編み、細編み、細編み。で、この角のところは、細編み、細編み、鎖編みを2つ。で、また細編み2つしています。同じように進めていきます。また、長編みの2つのところは、細編み。細編み、細編み。で、高さを出したいので、糸をかけて、次の前段の長編みのところは、3本一度に引き抜いて、中長編み。糸をかけて前段の細編みの頭は長編みで終わります。そしたらこの穴のところは細編みを1つ、この逆のことをこちら側していきます。糸をかけて前段の細編みのところには長編み、糸をかけて次は中長編み、そしたら細編み細編みします。前段の長編みの頭に細編み細編みで、この穴のところが来たので細編みを2つ編み入れます。細編み細編みで、鎖編みを2つで決めたので鎖編みを2つで角を出して、でまた同じところに細編みを2つ編み入れます。同じようにしていきます。前段の長編みの最初のところは細編み細編みで、糸をかけてこの中長編み、前段の長編みの最後のところは中長編み、糸をかけて前段の細編みのところ長編みで、この前段の穴のところに針を入れて細編みで、逆のことをしていきます。糸をかけて前段の細編みの頭に長編み、糸をかけて次は中長編みで、細編み細編み、細編みを一つに対して一つずつ編んで、で角はまたこの穴のところに針を入れて細編み細編みで、角は鎖編み2つと決めたので2つして、でまた角を曲がってきたところで細編みを必ず2つ、また長編みの最初は細編み細編み、糸をかけて中長編みで、糸をかけて前段の細編みの頭に長編み、で輪の中に細編みを1つ、糸をかけて逆を編んでいきます。長編み、糸をかけて中長編みで、細編み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 で、ここは何も入ってないので同じことをしていきます。細編み細編みで、角は鎖編みを2つして、で穴のところに
細編み2つで割ります。細編み2つで、前段のこの立ち上がり3目のところは長編み1目として見ていって、その上に細編みが入っているので合ってるなっていうことで、ここで完成させます。で、10センチぐらい糸を残してカットして、で、スッと抜いて、で、糸始末をしていきます。針に糸を通して、最初の目手前から向こうに針を入れて、マーカーを取って、それで引き抜いて、まあ、目は両方あるので目をつぶして糸始末をしていきます。同じところに針を返して、でね、これでグッと締めて、で、裏に返し返して糸始末をしていきます。こんな感じで何回かしたら、この端から離れたところに中側に行くようにして、この返し返して糸始末をして、で、こういう巻き込んで編んできたところもギリギリでカットして完成させます。はい、で、完成です。で、今回は1枚なんですけど、まあ、次の動画のところで何枚か必要枚数編んで、で、何を仕上げたかっていうのをお伝えしていこうと思います。とりあえずサイズを測って終わります。大体なんですけど、正方形で仕上げたので同じぐらい、11センチぐらい。こちらも10センチぐらい。大体同じぐらいですよね。正方形で仕上げているので。こういうところで何か参考にしてみてください。かぎ針の号数によってもサイズも変わるし、編み加減によっても多少、変わるかなと思うんですけど、何か参考にしていただければと思います。このね、裏として仕上げたんですけど、こちらもね、可愛いので、まあ、ブランケットとか編む場合はこちらもね、まあ、私の場合はバッグとして仕上げようと思うんですけど、今のところ。まあ、こちらも編み地を崩さないようにして、できるだけ糸始末をします。こんな感じで、めちゃめちゃ可愛いので、色を一段ずつ変えても可愛いと思うし、いろいろ好みによって変えて編んでみてください。今回も最後まで見てくださり、ありがとうございます。